こんにちは、サーバーワークスチャンネルです。AWS プレミアコンサルティングパートナーであるサーバーワークスが提供するこのチャンネルですが、AWS を利用する皆様に役立つ様々な情報を配信しております。ということでですね、今週も AWS アップデート放送をお届けしてまいります。ということで今日もサーバーワークスの AWS エンジニアが集まってアップデートの解説を行っていきます。で、僕が司会を務めます加藤です。よろしくお願いします。山中です。よろしくお願いします。はい、小倉です。よろしくお願いします。今回はゲストとしてエンジニアの峰さんにお越しいただいておりますので、皆さん自己紹介をお願いしてもよろしいですか。エンジニアをやっている峰です。機械学習のなんか AWS のサービスとかが好きでいろいろ検証をしています。大丈夫ですかね、こんな感じで。大丈夫です。ありがとうございます。はい、今日ですね、ちょっとそういう機械学習系のアップデートがあったので、峰さんにお越しいただいてます。ということで、後ほどよろしくお願いします。早速、今日の放送も始めていきましょう。まず一つ目のアップデートいきましょう。7月13日のアップデートです。AWS ディープレーサーエボとセンサーキットが発売開始ということで、早速、峰さん、こちら紹介お願いしていいですか。はい、ディープレーサーエボとセンサーキットが発売っていうことなんですが、まあ、何ですかね、商品が発売されましたよっていうお知らせですね。ディープレーサー、皆さん知ってますかね。まあ、書いてある通りなんですけども、まあ、いろいろ競い合いながら ML のまあ、マシンラーニングのスキルを学習することができますっていうような小さい車のことです。で、まあ、どんなものかっていうと、こんな感じの、そうですね、30センチあるかないかぐらいの車なんですね。で、カメラがついてて、で、ディープラーニングで作ったモデルをこの車に入れてやって走らせると、その専用のコースを走ることができるっていうようなものになってます。で、今回、発売されたディープレーサーエボっていうのが何かっていうと、まあ元々あったディープレーサーの進化系なんですね。元々のディープレーサーの画像がないんですけど、ちょっと貼り忘れてたんですけど、元々はカメラが一つだったんですね。ただ今回発売されたのがカメラ二つになってますと。で、カメラ二つ入って何がいいかっていうと、例えば障害物とか、あとはコース内にあるその別のディープレーサーのを検出したりすることができるようになるって感じですね。カメラが2つあるので、その、まあ微妙な画像のズレで距離とかが測れるようになるっていう感じです。で、元々のディープレーサーは、そのタイムアタックみたいな感じで、コース内で1台走って時間測って、また別のディープレーサーがコース内で時間測ってっていうので時間を競う感じだったんですけど、まあ今回のディープレーサーのアップデートによって、複数台走れるようになったり、あとは障害物競争ができるようになったりっていう感じです。あと、まあ、物理的なアップデートとしては、ここにセンサーがつきました。ライダーっていうんですけど、まあ、360度にレーザーを発射して、周りの物体とかを検出することができるっていうような感じです。はい。で、もともと昔の古いバージョンのディープレーサーを持っている人は、こっちのディープレーサーセンサーキットっていうのを買えば、ディープレーサーエボにアップデートできるっていうような感じです。カメラとか全部 USB で接続するような、ものになってるので、結構簡単にアップデートはできるかなって思います。で、まあこれ、ただこれが US の Amazon で売ってるので、アメリカに友達がいるなら、その友達に頼むなりして、手に入れるしかないと思います。日本には配達できなかったはずです。まあこんな感じでより遊びの幅が増えたよっていうアップデートになってます。ありがとうございます。ディープレーサーね、なんか結構流線型の綺麗めなデザインに変わってカメラも増えてってアップデートしてきたなって感じですけど。もともとカメラ1台のその昔のディープレーサーは会社にもあるんですよね。そうですね。あれ何でしたっけ？リインベントかなんかで誰かが手に入れたものだったはずです。リンベント発表された時に行ってたメンバーがもらってきたみたいな感じですよね、確か。そうですね、はい。ミネさん、あれ使ってリーグ出るみたいな話とかされてましたけど、結局どうなったんですか、そういえば。APN パートナーだけで、その、競い合いましょうというような大会があったんですけど、コロナで中止になっちゃいましたね。ああ、なるほど、はい。そうだったんですね。はい。やっぱり、対面で、物理なんで対面でやらないといけないっていうのがありますね。で、まあ、ただ、ディープレーサーって、この機械だけで競い合うもんじゃなくて、その、AWS のコンソールからシミュレーションで競い合うっていうこともできるので、そういうので、
大会とかが開かれてたりするので、参加してもいいかもしれないですね。なんか実際にモデル作ってみたいなところまでやってたんですか？そうですね。エボのモデルは作ってないんですけど、昔のカメラ1台で時間を競い合うだけのモデルは作ったことはあるんですけど、まあ、そうですね。まあ、ある程度完走、コースを完走できるようなモデルっていうのは作れるんですけど、まあ、そことスピードをどう両立するかっていうところが難しいですね。とりあえず走り抜けるというか、完走するぐらいまでは、割と初学者でもいけそうな感じなんですか？ちょっとディープレーサー全然触ったことないんで、わかんないです。そうですね。まあ、もともとこういうディープレーサーがマシンラーニングを学びましょうっていうコンセプトの製品なので、最初から誰でもできるっていうわけじゃないですけど、まあ、こういう感じで、そのパラメータを調整しながら、モデルを作っていくんだなっていうのが学べるので、まあ、なんでしょう、試行錯誤しながら、モデル、誰でもモデルを作れるよっていうのはものになってます。そう、なんかディープ系のサービス、ディープレンズとか、まあ、去年だとコンポーザーとか出てますけど、あの辺って、こう、初学者向けって言っているけど、実際、初学者が触って、どこまでできるのかなっていうのは、正直あんまり分かってなかったんですよね。触れるもんなんですかね。あと、逆に言うと、どれぐらいの知識があれば、使えるもんなのかな。そうですね。知識なくても、触れるのは触れます。けど、まあ、もともとそういう、さっきも言った通り、学習っていうのをコンセプトにしているので、まあ、学んでいく気持ちが、大事かなと思いますね。その、とりあえずその、チュートリアルとかに沿って動くものは作れるっていうようなものになってるんですね。ディープレーサー、ディープレンズ、ディープコンポーザーっていうのが。で、その、裏側の AWS のサービスとかも特に意識することもないので、まあ、学ぶ上では、その、考えることが少なくて非常にいいのかなっていうふうには思います。まあ、ちょっと、今回のアップデート、残念ながら日本の Amazon では買えないんですよね。そうですね。はい。まあ、ひとまずはシミュレーターで試してみてねっていう感じですかね。言い足りないことないですか？大丈夫ですか？シミュレーションでいろいろやるっていうのが、まあ、手っ取り早いと思うので、まあ、機械を手に入れる前に、とりあえずシミュレーションでいっぱい試してみるっていうのがいいと思います。結構楽しいので、皆さんもやればいいと思います。やればいいと思います。はい。ぜひやってみてくださいって感じで。はい。ありがとうございます。あ、はいはい、ディープレーサーって、日本で走らせても問題なくなったんでしたっけ？今回のこのセンサーとかのことをちょっと分かってないんですけど、昔の、エボになる前のやつは技適が通ってるっていうのを聞いているので、走らせても問題ないです。なるほど。販売だけがちょっとなぜか日本ではできてないっていうふうに聞いてます。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあこのアップデート以上にしましょうか。ということで、7月13日のアップデートでAWS ディープレーサーエボとセンサーキットが発売開始ということで、皆さんありがとうございました。では、続きまして、次のアップデートに行きましょう。7月15日のアップデートになります。Amazon インタラクティブビデオサービス、Amazon IVS がリリースということで、山中さん、こちらお願いしていいですか？Amazon インタラクティブビデオサービス、Amazon IVS のご紹介ということで、今回新しく使えるようになったよっていう、ご紹介なんですが、そもそも Amazon IVS とは何ぞやっていう話からしていこうと思います。Amazon インタラクティブビデオサービス、Amazon IVS とは、わずか数クリックでセットアップできるマネージドなライブストリーミングソリューションです。複雑だった、まあ、ライブ配信したことある方はわかるかなと思うんですけど、ちょっと複雑で、ライブ配信ってちょっと億劫だったりするんですけど、それを AWS 上で簡単に構築できますよっていうようなサービスになっています。で、Amazon IVS を利用することで、YouTube ライブとか Twitch とか、そういったストリーミングプラットフォームを皆さん利用していると思うんですけど、そういうのを使うことなく、自分自身で開発したウェブアプリケーションだとか、その他のアプリケーションに埋め込んで直接配信することが可能となっています。で、リージョンについては、残念ながら東京リージョンは今の時点では対応していなくて、3つのリージョンですね。バージニア北部、オレゴン、アイルランドのリージョンで対応しています。で、料金については完全に重量課金制になっていて、ビデオ入力のところとビデオ出力のところに分けて料金が発生します。まず、ライブビデオ入力のコストなんですが、これはチャンネルタイプっていうものが2種類ありまして、このタイプによってこうなってきます。で、標準とベーシックってあるんですが、標準の方が1時間あたり2ドルですね。ちょっと高くなっていて、これは何かっていうと、ビデオ入力の元の入力から、様々な品質の出力を生成してくれます。
1080p720p480p とかですね、これが生成されて視聴者の状態に合わせて最適な動画を提供してくれるっていうのがチャンネルタイプの標準っていうものですね。で、対してベーシックっていうのがありまして、これは1時間あたりの料金 0.2 ドルと、まあ10分の1ぐらい、標準に比べて10分の1ぐらいの価格になっています。で、これは最大 480p の解像度で元の入力をそのまま視聴者に提供するというような2つの種類があります。で、対してライブビデオ出力コストの方ですね。これについては配信する元となる地域によってお金が変わってきます。あとは解像度によってもお金がかかってきますね。例えば、まあ、僕らが配信するとしたら日本から配信すると思うんですが、日本で SD 解像度だと1ヶ月あたりの配信時間、最初の1万時間までだったら 0.065 とか、 HD が解像度だったら 0.13 ドルだとか、フル HD だと 0.2 とか、そういったふうに地域と解像度とあと時間によって変わってきます。これが料金のところです。で、実際に今回、まあ、動かしてみましたよということで試してみるって書いてるんですが、東京リージョンないのでバージニア北部で試してみました。まずはマネコンを開いて、Amazon IVS のページにアクセスすると、こういった画面が出てきます。で、チャンネルの作成を押すと、まあ、1分とかそれぐらいでチャンネルっていうものが作成されます。で、チャンネルの作成の画面に行くと、はじめこういうセットアップの画面があるんですね。チャンネル名っていうのは、まあ、任意で作ってくればいいんですけど、チャンネル設定のところでデフォルトとカスタムっていうのが選べます。で、デフォルトだと下に書いてある通りチャンネルタイプ標準、動画レイテンシーは超低っていうんですかね、超低になっています。で、この動画レイテンシーのところのご説明をすると、これについてはカメラがライブストリームをキャプチャーしてから視聴者の画面にストリーム動画が表示されるまでの時間を設定することができます。で、超低レイテンシーだと5秒未満のレイテンシーっていうので、まあ、ほぼニアリアルタイムっていうんですかね、インタラクティブな体験を構築するのに最適です。で、対して標準レイテンシーっていうのもありまして、これは10秒ほどのレイテンシーが発生するようです。で、デフォルトだと超低のレイテンシーになっています。で、カスタム設定を選ぶと、これが自分で選ぶことができます。標準、スタンダード、超低、標準レイテンシーというふうな組み合わせを選ぶことができます。で、今回はこのままデフォルト設定のままチャンネル作成をして、そうすると5秒くらいでチャンネルの作成が完了して、このストリーム設定用の RTMPURL とストリームキー、そして再生設定用の URL っていうのが出てくるので、まあ、これを控えておきましょう。で、実際のストリーミング配信はどうやってするかというと、まあ、いろんなやり方があると思うんですが、今回は OBS ですね。皆さんおなじみの OBS から配信をしてみました。で、OBS を開いて、設定のところで、こういった画面ですね。配信のところでどのサーバー指定するかとか、ストリーミング機何するかとか、そういったところがあるので、これをそのまま先ほど作成したチャンネルのところから貼り付けます。もうこれだけで設定は終わりなので、まあ、実際に配信開始ボタンですかね。この右下の方に配信開始ボタンがあるので、配信を開始すると、この IBS の画面にライブストリーミングのプレビューみたいなのができるので、ここにちゃんと配信されていることがわかります。で、実際に試してみたんですが、バージニアで作ってるからか、2、3秒程経ってたんですが、6秒ぐらいのラグがありました。ただ6秒って言ってもすごい短いので、まあすごいなっていう感じですね。で、あとはその先ほどの再生用 URL ですね。あれを自分のウェブアプリケーションとか埋め込んでくれると、まあ自身のアプリケーションで配信できるっていうような環境が簡単に作れるっていうようなサービスになっています。Amazon IVS のご説明は以上です。はい、ありがとうございます。OBS おなじみって言ってて、おなじみじゃない人もいると思うので、一応軽くだけ説明しておくと、ライブ配信とか、配信録画とかに使える、オープンソースのソフトウェアですね。そうですね。一応、はい、フォローです。ありがとうございます。その領域では結構おなじみなんですよね。そうですね。まあ、基本これ使うかなっていうのはありますけど。うん、はい、はい、ありがとうございます。実際のレイテンシー6秒とかなんですね。すごいですね。そうですね。なんか僕ら結構 YouTube ライブでこの前やってたりするんですけど、うん、その時は結構ラグありましたもんね。30秒ぐらいかな。うん、ですね。まあなんか一応設定値で一番レイテンシー低いやつとかにすると短くもできるみたいですけど、まあそれにしても5秒6秒はなかなかすごいなっていうのと、これちょっと僕も触ってみたんですけど、めっちゃ設定簡単ですよね。そうですね。これを配信開始するまで多分5分もかかってないぐらいですね。ですよね。なんか、なんだったら OBS に設定入れてる時間とかの方がかかってんじゃないかぐらいの、うん、感じですよね。
本当にすごいなと思って。多分今までだとね、メディア系のサービス使って、なんかいろいろ組み合わせてってなったんでしょうけど、この辺まるっとやってくれちゃうからすごいですよ。そうですね。ちなみに、ブログだと、その、なんだ、ビデオサービス的な部分はすごい説明してもらってるんですけど、うん、インタラクティブビデオサービスじゃないですか。はいはいはい。インタラクティブは、なんなんですか、ライブだからみたいな話なんですか。その今回インタラクティブのところについては触れてないんですが、公式のブログの方で、例えばクイズの番組をライブでやってるときに、そのライブ中に API を送ることで、こういったボタン、答えを選ばせるボタンを増やしたりだとか、あとはそのライブ放送中に物を買ってほしいっていうところ、ことがあると思うんですけど、そういうときに購入、今すぐ購入ボタンを API 経由で送るとか、そういったことがインタラクティブにできるみたいですね。投票画面とかはアプリ側で作るイメージなんですかね。なんか、どういう感じなんだ。IVS で画面が埋め込めるっていうわけではないんですよね、多分。そうですね。これでは、ペイロード作って、それを AWS CLI で投げてるみたいですね。はい、AWS IVS プットメタデータで、はい、このペイロードを投げるとこの選択肢が出るみたいなことが実装できるみたいですね。ちょっと詳しい実装方法については僕も試してないので細かくはわからないんですが、そんなことができるようなことが書いてますね。ああ、なるほど。これだからペイロードのこのクエスチョンとかがこの投票ボックスのところに反映されてるんで。そうですね。ああ、なるほど。じゃあ多分投票ボックスはアプリケーション側で実装して、でメタデータ流してあげるとそこにこう埋め込むみたいな感じなんでしょうね、うん、多分。そうですね、うん、そんな感じに見えますね。いや、なるほど、ありがとうございます。まあでもなんか本当にライブ配信やろうと思ってこんなパッて立ち上がるのかっていうのが一番衝撃的でしたね。そうですね。あとはこれ作っててやっぱりちょっと気になるのが、超低レイテンシーと標準レイテンシーってあるじゃないですか、はい、でこれ超低レイテンシーの方がいいじゃんって僕は思ったんですよね。常にこれ料金にも跳ねないんで。で、これを思ったら、はい、加藤さんがちょうどスラックで誰かに質問してるのを見て、加藤さん同じこと言ってたんですよね。こっちの方がいいんじゃないですかみたいな。そのデメリット何ですかって聞いてて、それで答えてる方が、何ですかね、視聴者側でバッファに溜まりすぎるみたいなこと言ってましたよね。そういったデメリットもあるんですかね。そうかもですね。まあちょっと実際どうやってうん、低レイテンシーを実現してるのかっていう部分ですけど。そうですね。そこら辺についてはちょっとまだ検証の余地があるなと思ってますね。うん。いや、そう、でも今おっしゃってた通りで、これ料金には跳ねないんですよね。そうですね。料金のところには書いてないですね、特に。うん、ちょっとそこは気になるというか、検証と確認したいところです。うん、では、7月15日のアップデートで、Amazon インタラクティブビデオサービス Amazon IVS がリリースというアップデートでした。山中さん、ありがとうございます。では今日最後のアップデートに行きましょう。7月17日のアップデートで Amazon Elastic Files System の自動バックアップ機能を発表ということで、こちら小倉さん、お願いしていいですか。 Amazon Elastic Files System の自動バックアップ機能を発表ということで、こちらはですね、内容としては今までは Amazon EFS っていうその、マネージドのファイルストレージがあるんですけども、そちらのバックアップを取るときは、AWS バックアップのサービスを使って手動で設定をしていたんですけども、今回のアップデートで、Amazon EFS 側のコンソール上で、自動でバックアップを有効化というところにチェックを入れるだけでですね、この AWS バックアップで自動バックアップ取得ができるようになる。こういうアップデートになっています。で、EFS と、バックアップについては、こちらのブログに書いてあるので、参照してください。で、ちょっと料金だけ複雑なので、そこだけ、説明をしておきます。で、EFS のバックアップは、ちょっと他のバックアップとは違ってですね、まあ、ウォームストレージとコールドストレージというものがあります。で、イメージとしては、まあ、S3 使ったことある人分かると思うんですけども、S3 の標準で、まあ、S3 に保管するのと、グレイシアで保管するのと同じようなイメージになっています。ウォームストレージの場合は、まあ、すぐにバックアップから復元できる。コールドストレージの場合は、まあ、若干時間がかかって復元できる。ただ、保管する料金が、抑えることができる。これがそのウォームストレージとコールドストレージの違いになっています。でまた復元するにも、料金がかかってですね、まあ、ウォームストレージの場合とコールドストレージそれぞれ違いがあって、で、コールドストレージの方が若干、割高になっています。
ここまでが料金ですね。で、実際に、この自動バックアップの設定なんですけども、ちょっと今回はEFS の設定自体がなかったんで、作ってるところから書いてるんですけども、実際はその EFS を作った後ですね、その設定をクリックすると、ここに自動バックアップというのがあるので、これを有効化にするだけですね。実際もし有効化になってない場合は、編集ボタンをクリックして、この編集の中から自動バックアップを有効化、ここにチェックを入れるだけで、バックアップの取得が可能になっています。で、これチェック入れるだけですね。AWS バックアップ側の、ジョブのところを見ると、時間が経てばですね、自動でバックアップを取っていってくれてます。で、実際にですね、AWS バックアップ側の設定がどうなってるかっていうと、EFS を作ったタイミングで、このバックアッププランが、自動で作成されてます。で、このバックアッププランを使って、自動でバックアップを取得しています。で、実際に中身はですね、こんな感じですね。自動で、これデフォルトの設定なんですけども、このような設定が入ってて、リソースについては、このタグですね。このバックアップイネーブル、先ほどの、自動でバックアップ取得するのチェックを入れたら、このタグが自動で付くようになってます。そのリソースに対して。ですので、そのリソースに対して、バックアップを取るようになるっていう、このポリシー、バックアッププランが作成されています。で、今まではですね、手動で設定していたものが簡単にですね、自動でバックアップ取れるようになってますので、ぜひ使ってみてはいかがでしょうか。アップデートの説明は以上となります。なるほど。タグ制御なんですね。この対象の EFS の管理は。はい。そうです。チェック入れると、このタグが追加されてます。ああ、なるほど、なるほど。っていうことは、バックアップの、その、例えば感覚とかを変えたいとかってなった場合って、このデフォルトのやつ使うとちょっと難しいんですかね。デフォルトの設定だとこうなってるんですけども、この編集をするをクリックすると、デフォルトの設定を変えることができたりはします。はい、あと、また、もしそのデフォルトとは別で作りたいんであれば、また別で、そのバックアッププランを作成して、別のバックプランを紐付けてそちらで取るということもできます。これ編集した場合って、そのコンソールで新しく EFS 作ったときに自動バックアップチェックってつけると、その編集したルールが多分適用されるんですよね。はい、そうです。なるほど、なるほど。そういうことですね。個別でもし変更したい場合には、手作業でバックアッププランを別途作ってあげる必要はあるっていう感じなんですね。はい、そうですね。その自動でバックアップにチェックを入れると、このデフォルトの設定が紐づいてしまうので、もし違うタイミングで取りたいとかですね、そういうのがあるんであれば、はい、別で作ってもらう必要はあります。ああ、なるほど、なるほど。そういうことだったんですね。はい。じゃあ、設定切ったってなったら、タグが切り替わるだけってことですね。タグが消えます。チェックを外すとタグがなく、消えます。はい。ちょっと裏の動き方、あんまり分かってなかった。ちなみにこのタイミングで、なんか一緒に EFS のコンソール自体、そもそも結構ガサって変わってましたよね、確か。そうですね。これ EFS の画面なんですけども、以前はこんな画面ではなかったです。最近のそのアップデートされてる画面に変わってます。まあ大きく変わってるのは、ちょっと今回ブログには書いてないんですけど、モニタリングというところで、クラウドウォッチのグラフが見れたりとかですね。あと、作成の時に、ファイルシステム作成で名前と VPC だけ指定すればもうそこでファイルシステムを作ることができるようになってます。で、以前だとこの名前とか VPC とかつけて、あとその後にどのアベラビティゾーンで使うとかですね、なんかいろいろ設定をした上で使うことができるようになったんですけども、この2つだけ入れることによって推奨設定でファイルシステムを作ることができるようになってます。それこそアベラビリティゾーンとかの設定でどうなるんですかね。私が作った時には、すべてのその VPC に入っているすべてのアベラビティゾーンに対して接続できるような準備ができてました。ああ、なるほど。あ、まあでも細かい設定したかったら、このカスタマイズって押してあげればいいですよね。そうですね。はい。うん、はい。だから、例えばネットワークってこれ出してないんですけど、クリックすると、その今有効になっているアベラビティゾーンが表示されるんで、使わないところがあれば、そこを削除してもらえれば変更することはできます。ありがとうございます。コンソールのアップデートもなんか結構どんどん走ってるんで、いや、慣れないとなって感じですね。この新しい。はい。じゃあ、そんなところで
では7月17日のアップデートで Amazon Elastic File System の自動バックアップ機能を発表というアップデートでした。小倉さんありがとうございます。以上で今日の選べすアップデートの内容は終わりになります。ということでここでですね今日発表したアップデートなどをざざっと確認していきましょう。まずは一つ目が7月13日のアップデートで AWS ディープレーサーエボとセンサーキットが発売開始。続いて7月15日のアップデートで Amazon インタラクティブビデオサービス Amazon IVS がリリース。そして最後7月17日のアップデートで Amazon Elastic File System の自動バックアップ機能を発表。以上3つ本日ご紹介してきました。サーバーアクセルですね、この配信以外にも YouTube 動画だったりブログだったりあとはホームページだったりで AWS に関する情報を配信しておりますということですね。動画概要欄の方にリンク記載してありますのでぜひそちらからご覧いただいてご活用いただければと思います。そして来週の AWS アップデートは7月29日水曜日の同じ時間ですね、18時から配信しますので見逃さないようにぜひチャンネル登録と通知の設定をお願いします。そして今日の内容良かったよという方はぜひ高評価の方もお願いします。ということで30分でわかる AWS アップデートでした。ありがとうございました。